主人来た？待って、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。え、来てない。いや、一回飯食うか。そしたら。え、でもさ、UFO 来てるよ。あ、来てる流れだ、これ。あ、OKOKOK、当たった。いやいや、わかる。おめえらも、もうちょっとわかりやすいさ。嘘ついた方がいいわ。俺、伊達にもう、あれだぜ。仕事辞めて3年配信しねえぞ。おめえら嘘つ、おめえらの嘘すぐわかる。俺、ちょっと飯食うわ、一回。わかりやすすぎる、さすがに。UFO 後ろにめっちゃいるじゃん、だって。いただきます。中尾です。中尾でございます。ベロ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 って。いただきます。久々っす、マジで。中を食うの。いただきます。うめえなー。中うめえ、おい。あー、これうめえ、おい。ああ、しみるわ、だしの効いた卵は。親子丼ってうまいなー。なんなんだろうこれ。ほっとするよねこれね。ほっとする味だわ。親子丼はジュースだね、もはや。しみしみ、ご飯にしみしみで、もう上品に食うような生き方してきてねえよ。うん、親子丼のご飯粒一つ一つの周りに覆ってる空気もうまいわ。空気も食うんだよ。うん、今この今食べてる瞬間、もう今この僕話してる瞬間に、ご飯に染みたあのこのつゆが蒸発してんだよね。それも食す。うん、うまいわこれは。まあ、あのとあるあの料理研究会してた話なんだけど、あの空気も飯なんだよね。一度騙されても騙されてやってほしい。吸って食うと吸わないで食うので味が全然違うんだよ。あとラーメンスープとかも、レンゲでスープ飲むのと丼ごとズッてやるので味が違うんだ。寿司のネタもご飯下にするのと、あのネタを下にするのでも味が違うし、食べ方工夫によって味が違うんだ。それの好き嫌いは置いといて、自分の好みのように食べたらいい。俺は吸いながら食うとうまいな。うん、なんでも吸わねえで食うと味が違うんだよ。例えば、物足んねえな、やっぱ。うめえわ。もうなくなっちゃう。
中尾ってうまいな。クエの鍋より全然うめえじゃないか、こっちの方が。うん。こっちのうめえや。一粒一粒もね、作ってくれた農家の方にありがとう。ああ、うん。で、水を。目だおい。ああ、これはうめえや。で、儀式をして UFO をくったばしますか。イメージしとけ。今のうちに準備できることがあるはずだ。ああ、俺の一番綺麗な時間だ。は？あぶね。うわー！羽持ってこう、羽持ってこう。いい加減。リリースの羽。大事な羽捨てたん、俺。俺バカか。羽大事だろうが。持ってる。モスラの羽。ああ。